はいどうもこんにちは、アキトです。受験数学のシャープ106で、しばらく積分計算の話をしていて、前回絶対値の入った形をやりました。で、ここからいろいろな形で見ていくんですけれども、分数の入った形の積分の計算方法っていうのを見ていきたいと思います。で、この分数の入った形っていうのは、基本的に全ての形っていうのが、計算できるよというような形になっているので、最終的には、これで一般的な形で、やっていくんですけれども、順番に、一個ずつ見ていきたいと思います。で、どういう形なのかというと、fx 分の gx みたいな感じで、いわゆる有理関数というふうな形なんですけれども、f と g っていうのが、これが正式で、書くことのできるような、多項式の形で書くことのできるような、こういう形の積分っていうのを考えていきます。で、その際には分数特有の処理っていうのが必要になったりするんですけれども、じゃあその分数特有な処理っていうのが、いくつかあったと思いますが、そのうちに最初にやるべきこととしては、分子の次数下げと呼ばれるもので、何をやるのかっていうのは過去の分数の処理のところで紹介しているので、省略をしますが、gx を fx で割って、分母の次数の方が、分子の次数より、小さい時には、次数を下げることが、分子の次数を下げることができるよというものであります。まずは、簡単な形の例として見てあげたいと思いますが、例えば1から2までの、x 分の x たす1の dx というような感じで、こうやってのは1次分の、1次という形ですが、これっていうのは、分母の次数と分子の、分母の次数と分子の次数比べてあげたときに、分子の次数が同じかそれより大きい状況であれば、これっていうのは、x たす1割る x を計算することによって、今回で言うと、こういうような形で、ここっていうのが1次分の0次という形で、分子の次数を分母の次数より小さい次数に下げることができるよと。で、例えば、これ、こういうシンプルな例であれば、もうこれで、計算できる形で、最初の形はよくわかんなくても、これによって、ログの絶対値 x の1から2ですので、これで、2-1 たす、ログ2なので、1たすログ2ですよ、というような形で計算できるわけであります。なので、まず、こういうような状況の時には、分子の次数下げっていうのを最初にしてあげようというのが、基本的な形で。で、じゃあ、それが、それをやった後、さらに、計算がうまくいかないぞというような場合っていうのもあるんですけれども、その次、もう一個の処理として、じゃあ、部分分数分解というようなものがあったので、部分分数分解というような話があって、それをしてあげましょう。やっぱり、積分の計算をするときには、分母の次数っていうのが、やっぱり、それなりに小さい方が計算しやすいと。例えば、1次だったらログでできるし、例えば、x 次乗分の1みたいな形であれば、これで計算できるわけで、一応複素数、複素数係数の範囲では、すべて一次式まで分解できるんですけど、事情とかあったらまた別なんですけど、基本的に一次式の積の形にはできるんですけど、この積分っていうのは実数の話ですので、あくまでも実数の話になります。で、そうすると、タイプとして、複数のタイプに分解することができるんですけど、どういうタイプになるのかというと、まず一次式の分なので、x-α の、形状分の1みたいな感じの、これらの形の和っていうタイプと、これが次数の範囲、次数解を持つ範囲で分解してあげればこうなって、x 次乗足す ax 足す b の、形状分の、px 足す q という形。これっていうのは、次数が持たない a 次乗マイナス 4b っていうのが、負となるような形で、次数の範囲では因数分解できなくて、すべてこういう形の、これらの和の形で書けるよというようなところは、以前のこれは部分分数分解の処理の方法っていうところで紹介したので、そこでの知識を思い出してくれれば OK です。なので、部分分数分解すると、こういう形と、こういう形の、和にかけることがで、和にかける、和にすることができるので、で、こっちの形だったら、これは普通に、積分できるよと。特に何も積分できると。これは合成関数の形になっているので、これっていうのは x-α のマイナス形状という形なので、k が1だったらログだし、2より大きければ普通の、マイナス k 足す1乗の、あとは係数調整して積分できるわけであります。なので、とりあえずこっちのパターンっていうのを見たいと思いますが、とりあえずシンプルな例で、じゃあ1から2の、xx 足す1分の
1というような形で、例えばこれこのままの形だとできないんだけれども、部分分数分解どうなるのかというと、x 分の1マイナス x 足す1分の1という形で、これっていうのが、アルファが0で k が1のタイプと、まあ引き算ですがそれは別に問題はなくて、アルファっていうのがマイナス1で k が1の形で、まあこっちの形でできるよと。で、もうこっちの、左側のタイプであれば、特にまあ1次だったらログ、2次だったら普通の形で、普通のなんとか乗という形でできて、まあこれで計算ができるよと。ログ2マイナス、こっち側がログ3マイナスログ2になるのかな、ちょっと計算ミスをしていたらごめんなさい。2倍のログ2マイナス、ログ3ですよというような感じ。例えばこんな感じで部分分数分解してこういう形にできれば、積分計算ができるよということがわかります。じゃあ、問題としては、こっち側のタイプなんだけれども、じゃあこっち側のタイプの計算をどうすればいいのかっていう話なんだけど、x 次乗足す ax 足す b の、形状の、x 次乗足す ax 足す b の微分かける、まあ、何か定数倍の調整は自由にできるので、一次式だったらほとんどこういう形に、見ることができるわけであります。で、それにプラスアルファなので、この一次の部分はこういう形で補ってあげて、じゃあ、あとどういう形にすればいいのかというと、の、形状分の何か、定数という形の、こういう形に分解してあげようね、ということで、見てあげます。で、とりあえずこっちの形は積分ができるわけであります。これっていうのは、僕、これの用語で言えば合成関数の積分というふうな読んだ形になっていて、まあ、例えば、例を見たいと思いますが、どういうのを考えればいいのかというと、シンプルな例で、0、1でいいかな、x 次乗足す1分の、xdx みたいな形で、ここの形っていうのは、実数、実根を、実数解を持たないようなタイプなので、実数係数の範囲でこれ以上部分分数分解することはできない。で、2次分の1次なので分子の実数下げもできないんですけれども、これっていうのは、x 次乗足す1分の x 次乗足す1の微分かける2分の1で調整してあげて0、1ですので、これっていうのは2分の1のログの絶対値の x 次乗足す1というふうに見ることができて、あとは0、1なので2分の1のログ2ですよみたいな感じで、こっちのタイプの形にとりあえず変形することができるよと。で、こっちでの変形、例えば例を見てあげるのであれば、x 足す1であれば、x 次乗足す1分の x 足す x 次乗足す1分の1というふうに分解できて、こっちは計算できるよというタイプであります。だからまずできる方とできない方で分割してあげましょうと。で、じゃあ問題はこっちのタイプですね。あとは、じゃあこの調整して残った部分のこのタイプの計算を、どうすればいいのかっていうものに関して、見てあげましょう。これができると全てできるようになったわけであります。はい。で、じゃあこれっていうのをどうすればいいのかというと、一旦平方完成してあげて、まあ C というふうに書きましょうか。C 次乗足す、ちょっと D 次乗という形で、C を使っちゃっているので、どうしましょうかね。X 足す、じゃあベータの次乗足す、ガンマの次乗という形で、こういう風な感じでここを平方完成してあげましょう。平方完成してあげるとこういう形に変形することができるわけであります。で、今これっていうのはもともと実数解を持たないので、ここっていうのが正の範囲で取れるのでガンマの次乗という形で書くことができるよと。で、じゃあこのタイプの計算の仕方っていうのはどうすればいいのかというと、これはちょっと覚えるしかないんですけれども、 x 足す β イコールガンマタンジェント、シータという形で、これで置き換えをするよと。これで計算できるようになるわけであります。はい。で、一個だけ例を見てあげると、まあよく一番典型的な例が、x 次乗足す1分の1の0から1のこの積分です。で、これっていうのはもう、x 次乗足す1の次乗なので、x イコール1倍のタンジェントシータ。こういうふうに、置いてあげましょう。そうすると x っていうのが0から1動くときに、θ っていうのが
どうなるのかというと、置換積分っていうのをそういえば紹介していなかったのでここで紹介をしますが、こういうふうに、置き換えをするよっていう時にはどうすればいいのかというと、x が0から1動いていて、これを θ の話にしたいよということなので、ここの範囲っていうのは0から1なので、一旦こいつを θ の話にしてあげましょう。で、x が0だったら、一応これ範囲としては、マイナス2分の π から2分の π という形で置いてあげましょう。そうすると、0から4分の π ですよと。こっち側が0で、こっち側が4分の π で、で、x っていうのはタンジェント θ で、今 θ の話にしたいので、タンジェント2乗 θ 足す1分の1。で、ここの部分を dθ の話にしてあげましょう。で、今こういう形なので、x を θ で微分すると、タンジェント θ の微分ですので、cos 2乗 θ 分の1ですよと。で、ちょっとこれは分数みたいな形で実は計算できるよということを、ちょっと使っちゃいますが、一応その、パラメータ表示された形の微分っていうところで、まあ、こういった話っていうのは、まあ、分数と同じように計算できる絵っていうのは見たんだけれども、ここが dθ で約分できて、dx が残るようにしてあげると、ここっていうのは cos 2乗 θ 分の1というふうになるので、これで計算しましょう。というのが、この積分における置き換えをやった時の方法であります。cos 2乗 θ 分の1の dθ。で、こういう風に置いてあげると、なんでこう置いたのかっていうと、ここがうまくいくんですけれども、なのでまあ、うまくいくっていうのは、実際に計算して、もうある程度覚えるしかない部分ではあるんですが、0から4分の π の1たすタンジェント2乗 θ っていうのが、cos 2乗 θ 分の1でありました。で、それの逆数なので、これが cos 2乗 θ で、cos 2乗 θ 分の1の dθ ですので、これ約分されて、ただの0から4分の π の1の dθ という形で、θ の0から4分の π ですので、4分の π ですよというふうに計算できますよということで、x たす β 二乗たすガンマ二乗分の c という形にしてあげて、x たす β をガンマタンジェントとして置き換えをしてあげよう。で、置き換えをした際には、x の話を θ にするので、ここの範囲も θ の範囲に直してあげるよう。で、これは θ の話にしてあげて、ここの dx っていうのもちゃんと θ の話にして、すべて θ の話にして、置き換えてあげましょうね。これが積分における置き換えをした際の、処理であるんですけれども、こうやってやりましょうということで、これですべての場合が計算できるようになったわけであります。もう一回おさらいすると、まず、分子の次数下げをしてあげましょう。で、それでもまだできない場合っていうのは部分分数分解をしましょう。で、こういう形とこういう形の和にかけるっていうのは、すでに紹介した知識。こっちは計算できて、こっちっていうのは合成関数の形、プラスアルファ定数という形まで持っていくことができるよと。で、じゃあこっちの形っていうのはどうすればいいのかっていうと、平方完成をして、なのでここは正確に言うと形状があるので、ここの中を平方完成して、ここの x たす β をガンマタンジェントで置き換えてあげれば計算できるよ。これで、すべての、分数の形で表された関数の積分っていうのができるようになっているわけであります。はい。なので、じゃあ最後に、まあ、まとめの例みたいな感じで、どうしましょうかね。とりあえずじゃあ不定積分にしますが、x 乗マイナス1分の x 3乗っていうのを計算してみたいと思います。で、例えばこういうのを計算しろというふうに言われたときに、2次分の3次だということで、まずは分子の次数下げをしてあげましょう。そうすると、x たす、これは x 3乗割る x 次乗マイナス1をするので、x で x 3乗マイナス x 次乗で x 次乗で、プラス1で x 次乗マイナス1で1ですよと。なので、x たす1たす x 次乗マイナス1分の1の dx ですよと。で、2分の 1x 次乗足す x 足す、あとはここの部分で、ここはまだよくわからない形となっているよと。で、じゃあ次、部分分数分解をしましょうと。2分の 1x 乗足す x 足す、x 足す 1x マイナス1分の1の dx で、2分の 1x 乗足す x 足す、ここっていうのが x マイナス1分の1、引く x 足す1分の1の2分の1倍してあげて部分分数分解ができるよと
2分の 1x 乗足す x プラスログの絶対値 x マイナス1マイナスログの絶対値 x 足す1、これを2分の1倍してあげて、c を足してあげてば、例えばこうやって計算できるよと、まあ組み合わさってあげても、この順番で処理してあげれば OK です。で、じゃあ他に、例えば、マイナス1から1までの x 次乗足す 2x プラス5分の、まあ、1としましょうか。例えば、こういうような形であっても、これっていうのは、もう2次分の0次ですので、分子の次数だけはできない。で、これ部分分数分解できるのかというと、実数係数の範囲では実数解を持たないのでできない。その時には、まずこの形になっているよと。で、これっていうのはもうこっちの成分っていうのはもうないので、こっち側の部分として、x 足す1の、次乗をプラス、4分の1の dx で、マイナス1の1、これで、x 足す1っていうのが、を、ガンマに当たるのが2か。2倍のタンジェントシータというふうに置き換えてあげて、これで計算するわけでありました。で、あとはちょっともう省略をしたいぐらいの感じなんですけど、x っていうのがマイナス1から1動くよと。x マイナス1動くと、これは0ですね。タンジェントが0なので0。x が1の時は、x が1の時は2倍のタンジェントが2なので、タンジェントが1。タンジェントが1ということは4分の π で、こっちが θ だよ。0から4分の π。で、4倍のタンジェント次乗 θ 足す4分の1。これを、微分してあげると、コサイン次乗シーター分の2の dシーターですので、0から4分の π の、ここは同じように打ち消しあって、2分の1が残って d シーターなので、2分の1かける4分の π の π ですよ、という感じで計算していけばいいよ、ということで、こんな感じで計算していきましょう。これが分数関数の積分計算の方法であります。はい、ということで、今回はシャープ106積分計算丸4分数関数という形で見ていきました。次回は、ルートの入った形無理関数の積分の計算方法っていうのを見ていきたいと思います。ということで今回はここら辺で、また見てください。バイバイ。